はい、皆さんこんにちは。今日は Apple Store から先頃新発売されたスリーブケースを一つ購入してみました。こちらインケースの MacBook Air や MacBook Pro 13インチ用のスリーブケースということでね、まあ、なんかねニットを使った変わったデザインだったんで気になったんで購入してみました。それではねこちら、チェックしてみたいと思っています。はい、ということでこちらインケースの新しいスリップスリーブですけども、With パフォーマニットってね書いていまして、このコンピューターで編んだねニットを使っているらしいんですけどね、開けていきたいと思います。で、まあこのインケースのスリップスリーブについてはですね、まあ一回ね前にちょっとね軽量タイプ買っていまいちだったんですが、今回はね少し厚みのありそうなニットということで、でまあこのニットだとね多少は伸縮性あんのかななんてことで、ハードシェルとの組み合わせもいけるんじゃないかという腹積もりで買ってみたという感じですね。でまあなんといってもこのホームページで見た感じね、デザインが良かったんでね、こういった感じの、まあ、グレーに蛍光イエローみたいなね、まあイエローが入ってる感じでですね、でこれはね中身を出しちゃいますけども、でこんな感じでね結構ね今まで見たことがないようなねこういったこう編み込みニットのね素材となっているわけですね。うん、裏のこのタグもかっこいいですね、黄色でね。でそんなんでね私はデザインにすっかり惚れてしまいましたけどもね、この内側のデザインにも凝ってるところがね何とも言えないです。でここはねマグネットになっているそうですね。そんなんで、うん、これね第一印象非常にいいですね。見た目がとてもかっこいいです。うん、ここのね、黄色光ってるな、色合わせもねとてもいいんじゃないかなと思います。それでスリーブケースというと、私の場合2009年の MacBook Air の13インチ、まあそれにねこのビルトニューヨークっていうのを使ってたんですけどね、これはウェット素材みたいのを使ってまして、この非常にねデザインもいいし、この対衝撃的なね機能性も良かったんで気に入ってたんですけどね、ここがねなんかもう作んなくなっちゃったのかな、あんまり日本でね見かけなくなりまして、でまああとはねこの MacBook Pro の13インチもサイズがちっちゃくなったりしてですね、まあ、サイズ的にも合わなくなったということで、まあ、それ以降ねちょっとねスリーブについては何がいいかなっていうね状態が続いていますが、今回ねこの新しいインケースのスリーブで、これがね前に1月だったかな購入してちょっといまいちだったインケースので、これはねイナテックも定番と化していますけどね、これはね結構ねコスパもいいしいいんですけどね、まあ、これデザイン的にはね今回のね一番いいんじゃないでしょうか。でこのニットについてですけど、まあ、こういうふうにもうコンピューターのこう織り機でですね、もうパターンをそのまま織っているということでね、この端っこなんかについてもこのちゃんとねあの端っこを裁断したものではないんですよね、形通りに折っているというね、ここで、まあ、ここもね、特にね折り込みとかになってないというねところで、今時のいわゆるほらスニーカーのニット系のやつみたいなね、まあ、そういった技術を使っているというね、まあ、そういったケースなのかなというねところで、なかなかね未来感あっていいですね。で厚みの方はこれ裏表合わせて 5mm ぐらいですから、片側で 2.5mm ぐらいでしょうかね。で入れてみますね。でまずはね、MacBook Air の2018年モデル、まあ、こちらについては、まあ、こんな方向で入れればですねスッと入ってきますね。うん、サイズ感もねあまりすぎず、きつすぎずといういい感じで、ここがねMac のね、Apple マークがね、見えてくるわけですね。うん、ただまあ、この隙間がね、このニットに沿って空いてるっていうのはね、一つのまあ特徴でありながら、まあ、防塵性とかね、ないというね、ところでしょうかね。まあ、それはね、仕方ないのかな。うん、まあ、端っこも、まあ、適度に余ってるというね、ところでしょうかね。で、出すときもね、スムーズに出せますね。で、あとはこれ 0.5 ミリだけ厚みの違う2020年の MacBook Air、こちらを入れてみますが、まあこれもちろんね 0.5 ミリだけですからね、問題なく入ったというね感じですね。で、あとはこちら2019年の MacBook Pro ですね。で、これは厚みがね、ちょっとこのフロントの方が違いますけど、まあこれもね、問題なく入るということで、
これもねリンゴマーク見えていますね。まあ、なかなかねいいデザインなんじゃないでしょうか。私はかなりね気に入ってしまいましたけどね。であとはねこれハードシェルインケースのスウェードタイプのやつですけどね、まあ、これをつけた状態で入るのかどうか、まあ、これはもしかしたらダメかもしれないと思いましたが、まあやってみた感じ、まあ、特にねこのスウェードのやつなんで摩擦は結構あるんでね、サイズ的にはいけそうな感触ですけども、まあ、ちょっとねこの摩擦力で若干手こずる感はありましたかね。で奥まで入れないとねちょっと、閉じなかったですが、グッとね入れてみると、あこれでね多分、閉じるんじゃないかな、でさらにグッと入れると、まあ、こんな感じでですね、まあ、しっかり閉じるようになりましたね。このマグネットのね、ガマ口みたいなねところがね、だからこの、まあ、ハードシェルとセットで使うのも、まあ、なしではないというね感じですけどね。まあ、ただし、この出すときは裸と違ってですね、まあ、この摩擦力と寸法アップもあって、ちょっと手こずります。この端っこをこう交互に持ちながらずらしていく感じで出るというねところで、まあこれでも使えるんじゃないかな。まあこの二重っていうのがどうかっていうのはありますけどね、外すのめんどくさいときはいいかもしれないですね。でもう一回やってみますね。でまあ、ちょっとずつねあのニットなんで、まあ、すごい伸縮性があるわけじゃないんですけど、まあ、そこそこあるんで慣れてきたらなんとなくね、まあ、こうやって、まあ、スムーズに入るようにはなったって感じですけどね。だからスエードじゃないもうちょっとつるっとしたポリカーボネートのハードシェルとかだったら全然うまくねいくと思います。で重量のを測ってみました。輪ゴムで筒状にして測りましたが 232g で、インケースのね別のやつはこちらは 103g、 これやっぱね軽量タイプなんですよね。であとはまあ定番のイナテックですね、こちらは 240g と、まあこれが一番重いですけども、でまあこれ大きさなんかねこうやって重ねるとやっぱりこのインケースのフラットスリーブっていうのはちょっとね一回り大きいんですね。このファスナーのとこのね設計の分大きくなっちゃってるってことでね。でイナテックはね、まあ、この厚みがねクッション性ちょっとあるんでね、あるという感じで、ただまあこの大きさ自体はねこれと近いのかなっていうねところでしょうかね。だからまあこの今回のね非常にシンプルで使いやすいような感じで、ちょっとね伸縮性もあるし、デザインもね今時風という感じがねとてもいいですね。まあ、この透ける感じもねデザインとしてはねとてもいいというね感じですね。いや結構ね満足した感じでしたけども、この黄色とグレーのねコンビネーションなんかも、とてもね、こだわってていい感じですね。フラットスリーブってねこの入れる時にこのねファスナーの金具のところ気をつけて入れなきゃいけなかったりして、でまあそういう意味ではちょっと入れづらい割にですねここがブカブカしちゃうっていうねことでね、まあこれ1月、まあ、ちょっと失敗した製品って感じでしたが、今回のね、こういう感じで、まあちょっとはね裸で入れるとエアの場合余りますけど、まあほどほどというところでですね、まあ出し入れの方も非常にスムーズで、かといってブカブカしないというね、まあ、なかなかねいい出来だったのではないでしょうか。これ結構ね気に入りました。使おうと思います。で比較を作りました。もうこれ重さで言うとねこのフラットスリーブっていうのは圧倒的にいいんですが、まあ、ちょっと寸法設計などが個人的にはねあんまり好きじゃなかったですが、今回のはね、まあ寸法などもぴったりで、まあ、出し入れもね非常にしやすいということでね評価できる製品じゃないでしょうかね。ただしこれいい点はねデザイン伸縮性入り口は広いっていうねことですが、まあ、ただ価格がやっぱねちょっと高いのかなってことと、まあ、あとはね密閉性がこのニットなんでないですからね、まあ、ホコリとか気になる方向きではないのかなっていうところで、で対衝撃は厚みがありますがそれほどでもなさそうかなというねところですね。でまあこちらあとはねフラットスリーブのねさっき言った通りこの軽さはねピカイチですが、ちょっとブカブカで値段が高い、ファスナーのまとめが今一つで入り口が狭いなんていうのがねありますけど、だからまあお値段だけで言うとねこのイナテックなんていうのはねこのポーチ付きだったりして、まあ衝撃もスポンジ結構厚めでねいいんでね、
ポケットもついたりしているということで、まあ、イナテックもね、改めておすすめできるとは思いましたけど、まあ、今回のねインケースパフォーマニットスリップスリーブは、まあ、デザインもねかっこいいですし、まあ、やっぱりね持っててなんかね心が躍るような感じのデザインというのがねとてもいいケースだったのではないでしょうか。それでは今日はこの辺にしたいと思います。この動画が役に立ったと思ってくださった方はいいね、そしておすすめ動画とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。